おはようございます、今日はサンサン朝市に出店しているお店を紹介していきたいと思っています。今日は、一発目は大畑製菓さんを紹介していきたいと思います。それでは大畑製菓さんお願いします。おはようございます。ちなみに朝市で主に取り扱っている商品、ちょっと前に出てきてもらって顔が見えない。では果物が、メインなんですね。はいはい。すぐ育ったりなんかすぐ食べれる、みんながびっくりするような、こういう器用って、果物の王様です。見えます。これ僕も試食させていただいたんですけど、ちょっと近くで、これなんかね、もうみんな珍しがってね。これなんですけど、僕も試食させていただいたんですけど、スモモだそうなんですけど、非常に甘くて美味しいです。大きくて、はい。ちなみにおすすめ商品って何ですか？今日はね、やはり暑いですので、はい、カットフルーツと、あとはカットのスイカですね。カットフルーツ、はい。大丈夫ですか？おいくら？300円になります。あと、はい、季節を一歩先取りしてる柿があります。あ、早いですよ、はい、柿ですか？柿ですよ、柿、うん、あるんですね。そうですね、あとほらもうスイカも全部冷やして、あ、はい、冷たいスイカですので、はい、大きいスイカもあります、ね、トウモロコシなんかもあります。はい、この冷たいスイカでね、おお、はい、なんかスイカも熱くて汗かいてますよ、ほら、あ、すごいですね。うん、暑くなってきましたんで、今からの季節はフルーツがとっても美味しい季節になりますね。はい、夏をね、はい、暑い夏を、はい、負けないで美味しい追加で果物を食べて、はい、最高ですね。なんか一切れでいいんで、彼に試食をさせてもらえると、はい、はい、種のない、お、こちらに種ある、はい、種がなくなった、番組新人みたいに、わかります、このみずみずしさ。これ尾花沢のスイカですよ。山形県の尾花沢市のスイカだそうです。僕あんまりスイカ好きじゃないんですけど、これなら1個一玉いけますね、はい、それぐらいうまいです。そう、これが尾花沢スイカ、この神奈川様くんが一番いいやつ。うわ、皆さんこれを食べなきゃ損ですよ。